皆さんこんにちは番組 MC 担当の森正則です、えー、この番組なんですが東京・押上げにありますここワロップ放送局から生放送でお届けしていきますそしてこの番組なんですが100歳までハイヒールを素敵に履きこなす女性を目指してハイヒールウォーキングをはじめさまざまな活動を行っていらっしゃいます一般社団法人日本ソワサンタンウォーキング協会が提供します「100歳ハイヒール TV」という番組なんですねで今日は記念すべき第1回目の放送となります お隣にはですね、代表の松尾太子さんいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。皆様、はじめまして。はい、日本諏訪三端ウォーキング協会はい代表松尾太子です。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。よ まあ簡単にあの松尾さんのね経歴、本当に簡単なんですけれども、青山学院大学、フランス文学科卒業されまして、さらに在学中には、ミスワールド東京代表にも選ばれました、モデル、そして雑誌、ファッションショーを経験されました、その後ね、フランスに渡りまして、フランスマダムの姿勢、立ち振る舞いのエレガンスさにですね魅了されたことがきっかけとなって、ウォーキングメソッドを確立されました、そして2010年にですね一般社団法人、日本ソワサンタンウォーキング協会を立ち上げられ でおります。はい。いま,まずはもう多分ね、一発目ということなんで緊張感もあるかと思いますが。めちゃくちゃ緊張してます。<laughs> はい。<laughs> このあの百歳ハイヒール TV というのは一体どんな番組になっていくんでしょうか。えっとですね、うん、あの私どもは。 あの100歳までハイヒールを履いて颯爽と歩く前向きな人生をちょっと長いんですけれどもこれを理念に普及活動をしてるんですねで。でまあ,あのテレビを通じて普及活動はもちろんなんですけれどもそういったあの100歳までハイヒールを履いて前向きに元気に明るくあのえっと歩いていけるようなそういった女性があの日本にこれから増えるときっと日本はもっと明るく元気になるのではないかなという願いを込めて。はい ここのテレビを始めさせていただくことになりました、うん、それは素敵ですよ本当、<laughs> あの女性の方がねやはり強いです女性が元気な方が僕国が元気なような気がするんですよ。そういった意味ではもう100歳までね<っ>皆さん元気でいただきたい松尾さんももちろんですけれども、はい、いつまでもお美しくお元気で見ていただきたいと, <laughs> とういそういうふういふに思いますのでこの後ですねじっくり CM を挟んで伺っていきたいと思いますので皆さん、お楽しみに。 さてですね東京・仕上げにあります、ワロッぽ放送局より生放送でお送りしております、100歳ハイヒール TV ということで、まずあの、ソワサンタンという言葉が出ており,、えー、おりますけれども、これ、聞き慣れない言葉なんですが、どういうものなんですか、えあの実はですね、えー、あのソワサンタンってフランス語なんですね、フランス語で60歳っていう意味なんですけれども、ちょうどこの教会を立ち上げたのが、私が60歳の時なんですね。うん それでそれにちなんでソワサンタンという名前を付けさせていただいたんですけれども言いにくいですよね<ー>すごくはいあの松尾さんの年齢の方に僕びっくりしました <laughs> いや言いたくなかったんですけれども <laughs> <laughs> 言わないでこの話できないですかねそうなんですよ <laughs> <laughs> なるほどそういう意味合いがあるフランス語で六十歳という意味があるということなんですね、はいはい、実際にでは教会の方でどのような活動をされているのかそのお話を伺っていきたいんですけれども、はい、どんなことをされているんでしょうあの主にはハイヒール ウォーキングレッスンがメインになってやっております、うん、はい、はいえ。今日はちょっと写真を、うん、え用意していただいてますので、はい、ちょっと見ながらお話しさせていただきたいと思いますはいお願いしますはいあ<っ>え そうなんですまさしくこういう感じで皆さんずらっと並んであの歩き始めるんですけれども、最初あのちょっとあのビデオ撮りをさせていただいて、それぞれ皆さん持ってらっしゃるあの癖っていうのをご自身でこうちょっとあの認識していただいて、正しい歩き方のレッスンをしていくっていう形なんですね。はい。もうこれ揃ってて綺麗ですね。でもねこれね。綺麗ですよね。もうどんどん綺麗になっていきます。はい。これはまだ最初の写真ですね。はいはいはい。では次の写真ですね。 うん、はい、である程度歩くようになりましたら、うん、ああいう風うにレッドカーペットを敷きまして、うん、その上を女優のように歩いていただくというあ,<ー>あのあ,あいうレッスンをグラミー賞じゃないですかテンション上がりますねあのレッドカーペットね、はい、グラミー賞と思ってまなかなか <laughs> いま最高ですねあの表情も変わってきますよねはい では、はい、あ、次のお写真お願いできますか。はい、はい、えっ、ー、と、まずは、うん、あの、歩くって筋力がなければ、やっぱ歩けないんですね。なるほどですので、あの、しっかりとエクササイズで、指のマッサージ。うん、そして、足の筋力をつけることから、このようにレッスンしております。はい、はい、基礎の基礎ですね。はい、そうですね。はい。はい。 これはちょっと足元だけなんですけれども、うん、あの後ろからちょっと撮ってるんですけれどもあの一歩一歩、うん、いかに後ろの筋肉を使うってすごい大事なんですね。 そうなんですね。そうなんです。<ー>実は皆さんこう前だけをご覧になると思うんですけど、実はもう常に常に後ろから見られてるっていうことを意識してくださいねって<ー>あの生徒さんにあの言ってるんですけれども、なのでああいうふうにふくらはぎのところ<ー>しっかりとあの筋肉がつくように歩き方をするんですね。うん、ひらめ筋。そうなんですあ。ご存知ですね。<laughs> はい、あの後ろ姿に年齢が出るってよく言われますよね。大事なのは後ろ姿なんですね。かりましたはい。はい。 さあ続いて、はい、お願いします。 であのこれはもうある程度歩けるようになってから、うん、結局、繰り返しの練習っていうのがすごい必要なんですねスポーツと同じで、うん、一度こう歩けるようになったから、うん、もう私は OK だわっていうわけではなく身についたものを何回も何回も繰り返し、うん、このようにあの歩いていただくっていうことで、うん、どんどん,どん,どんこう筋力もついてきますし歩き方も素敵になってくるっていうことなんですねね普段の反復が大事ななわけでででですすすよと、ね、いいうこてじゃないですもんね。 何事も継続ですよね、はい、本当そうですよ、はい、ね。じゃあ動画も実はレッスン風景あるそうなので、はい、すみません動画の方も、えー、ご覧いただきたいと思いますこのような感じでございますねあはい、はい あのこれはもう今のレッスン風景を、うん、あの動画で撮らせていただいているものなんですけれども、うん、まだちょっとあのかなりぎこちない歩き方だと思うんですががらっと,としている感じがありますよね。はい、ですよね。えー、いかにもレッスン、あの練習しているっていう感じがありますよね。で、あのーそういう、それぞれの皆さんのちょっとポイントを、うんあのー、指摘させていただきながら、うん、細かくチェックして、うん、このようにレッスンをしている。 風景なんですね先ほどあの癖を知るっていうことをね、はい、お話しされてましたやっぱり一番自分自身がどうなってるかっていうのがわからないと治らないということです、ね、もうおっしゃる通りなんですねあそうですまず知るっていうことですね、はい、でうん、うん、その上で、うん、あのどこをどうって言われると、うん、ご本人もすごい納得されるっていうことだと思うんですねうん、うん、はい、はいはい まあ、このような、まあ、ウォーキングのレッスンがメインであります、ね。はい、えー、また、さらにはいろんなこともね、されているそうなので、はい、ちょっと今日は協会のですね、いろんな活動について伺っていきたいんですけれども。はい、定期的にあの交流会、パーティーなども開催されているそうですね。はい、あそうですね。うん、あの、そのお写真も用意されているかと思うんですけれども。はい、お願いいたします。<お>はい。あの、こういう感じで、うん、毎回こう、あの、お披露目の場として。うん あのドレスコードは常にハイヒールなんですね。あ、いいですね。えー、あとはまあ、<laughs> どのようなファッションでもいいんですけれども、で、こういう感じでちょっとクリスマスの時は。クリスマスのプレゼントを用意したり、あの、常に、常に皆さんで、あの、褒め合って、見せ合って。っていうのを、女性はやっぱり、好きじゃないですか。<laughs> で、たくさんの視線を浴びてっていうことですよね。はい。見られてるという意識が一番、やはり大事だったりとかするわけですもんね。大事ですね実際に、あの、百、はい、歳ハイヒールクラブという会員制のクラブ。 そうなんです。一度、うちのレッスンを受けていただいた生徒さんは入会資格っていうのができるんですね、そういう方たちで集まっていろんな企画をしてセミナーとか楽しくやっております。その中にウォーキングのレッスンを受けてそして皆さんにお披露目ということでショーにもね、皆さん出演されるんですね、その動画もあるのでご覧いただきたいと思います。 これはねあのね年末のパーティーの時なんですけれども、はい、あのように、うん、絨毯を敷いた、うん、あの階段をう、ね、こう降りてくるっていうあのシチュエーションになってるんですね。はいはい わ素敵な場所ももちろんなんですけど皆さんね、やっぱり表情が全然違いますよね。いち最初お会いしてないですけれども多分すごく生き生きとした表情になってるんでしょうね。それ伝わりますでしょうか。いや分かります、分かります。いやこれ、街中でこの方歩いてたら僕、振り返ります。あら 嬉しいですね <laughs> 結構気になりますか姿勢のいい女性っていうのは。いや,いや本当素敵だなと思って、ええ、自分自身の姿勢を改めて見直しますもん。あ,あーかっっこいいなーって 男性なんだからもっとかっこよく行かなくちゃいけないななんて思いながらね。嬉しいですね。そういう男性が増えてくると、もうますます女性は綺麗になっていくと思います。なるほど。よろしくお願いいたします。ぜひとも。より美しくなっていただくためにも男性もできる限りね男らしくいないといけないなと。そうですね。ぜひあのそれ希望しますね。はい。女性ばっかり強くてもねダメですからね。ダメですね。両方ですよね。ぜひぜひ。はい。皆さんどうなんでしょう。ショーにこう出出られて何か感想とかっておっしゃってます。 あのやはりこれのためにも皆さん一生懸命レッスンするんですね、リハーサル何回も何回もやります、はいで、やればやるほどやはりお上手になってくるんですね、歩き方が。なので、うん、あの人に見せるっていう意識を持って歩くっていうのが、またすごくモチベーションが上がるんだと思いますはいはい、はい、皆さん、これ、講師の方じゃないんですもんね、一般の方なんですよね。 だから最初はもう本当にあの大変な癖をお持ちだった方ばっかりなんですけれどもそれがやはり何ヶ月か経つともうここまで素晴らしい表現力というかう自己アピール力がすごいつくっていうことなんですよね。<laughs> なるほど歩き方をこう トレーニングすることによって、ええ、さらに自分自身の心も開けてくるというようなところもあるうですね。これは素晴らしいことを歩くことで内面のご自身の魅力をアピールすることができるってことだと思いいこだ思ます。そういったです、ね、変化ということも皆さんに伝えていかないといけないわけじゃないですか、はい、あのセミナーなども行っているわけですね、その写真も、ね、ございますのでご覧ください。はい はいこれはどうこれはのご挨拶ですかおしゃれセミナーで、うん、その時によってこの時はちょうどあのあの秋に向かって、うん、素敵なスカーフの巻きか巻き方とかっていうのをちょっとやったんですけれどもはいあと、えー、次の写真あそうですね、うん、えっとこれは、うん、あのヘアメイカア,アーティストの方に来ていただいて、うん、髪に髪型のレッスンみたいなのをちょっとさせていただいたりしたんですねはい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 、はいうん、そして続いては何でしょうかはいはい。はい これはあの、えー、と見た目のアンチエイジングっていうのをやってらっしゃるところであの歩き方がいかに見た目が大事かっていう、うん、あの講演をちょっとさせていただいたり、うん、あとこういったちょっと雑誌の監修とかもさせていただいたり。はい いろろいいいいとさせててただおりますやー、本当に多岐にわたってご活躍をされて、ぜひとも素敵な女性が増えていただくと、日本中が明るくなるかなと思いまして、その1年で頑張ってまいやいやいや、やっぱり引っ張られて、男性も本当に元気になれる気がししまたそうですかなので、CM のあと、さらに深くお話伺っていきたいと思います。 さて、えー、東京・仕上げにありますワロップ放送局より生放送でお送りしております100歳ハイヒール TV、あのー、今、ね、業界でどのような活動をされているかを伺いましたけれども、はい、やはりこう、一歩踏み出したいという女性の方もたくさんいらっしゃると思いますがなかなか一歩いけない、まあ、実際にどんな、えー、女性の方たちが、ね、習いにいらっしゃっているのかというところも伺いたいなと思うんですねちょっと後押しになればなと思いますのでレッスンに通われている生徒さんって例えば 最初はどんな感じなんですかねどんな悩みを持っていらっしゃるんでしょうかねえっとですねやはりあの歩き方が変って言われたっていう方が圧倒的に多いんですけれどもあのどのように変っていうのはやはり一番多いのはあの猫背の方と横脚の方が一番やはり多いですねでもこれはあの一番治りやすいんですねそうなんですねそうなんですあのいわゆる癖なんですねなので筋肉の使い方をちょっとあの 変えていただくだけで、割と簡単に治る。うん、で、なおかつ見た目がすぐ変わるもんですから、ご自身で治ったっていうのが早くわかりやすいというあのパターンなんですね。え、筋肉の使い方でそんなにすぐに変わる、違う。はい。どこの筋肉が大事なんですか。あの猫背の場合はやはりあの背中がどうしても丸くなってますよね。で,ねうん、で、それっていうのは基本は腹筋があのついてないと。 やっっぱり背中がが曲てきちゃうんですねなんですなので、よく最近、ドロインって森さんもお聞きになったことあると思うかなりメジャーになってくると思うんですが要はお腹をへこませるっていうことなんですけどそれによって大腰筋っていうインナーマッスルに刺激を与えながら歩いていただくだけで背筋っていうのう伸びてくるんですね。ですので大変これはレッスンしやすいと思います鍛えるべきはインナーマッスルやはり。 もう全くそうです。

足をこう横脚にして内股で立ってるのがなんか可愛い女の子みたいな,なんかイメージがあるんですね。ありますよね。あなのであのお若い方の雑誌なんかもあえてモデルさんがこう横脚で立ったりしてるんですけどでもあれは体にもよくありませんし <laughs> あの大人になってやっても全然可愛くないんですね。ですのでぜひ、はい、それはやめていただきたいと思います。いいなのでで内側にできるだけこう力をを集めて体幹をしっ しっかり作りながら歩いていただくともう確実に治ってくるものなんですね。なるほどでも実際に一応うちのレッスンは3か月なんですけれども3か月でもかなり皆さん変わられますねあとはそのはまはご自分のペースで月に1回でも2回でも通っていただくという形で今やってますね。皆さん月ですって はい、三ヶ月変わりますよ。三ヶ月は自分を手に入れてほしいですね。三ヶ月人生変わると思います。だだだだだだ。実際にですよ。あの受講された生徒の方のね、ビフォーアフターがあるということなんで、ちょっと見ていただいた方がわかりやすいですよね。はい。はい。じゃあまずはあのビフォアの方を見ていただきましょうか。あ、あった。 はい、おっとダラダラだぞこれ。<laughs> あのこれわざとじゃないんですね。あの、はい、でなおかつ、うん、特別な生徒さんではなく、うん、まあ皆さん大体こんな感じですね。 あ、こんな感じで。で多分、ね、一番最初にこの映像ご自身で見てショックだったでしょうね。ご自身がね。もう彼女も、ものすごいショックで、うん、もう信じられませんっておっしゃってます。うん、でもそれがあなたですって話でね。っていう。なんですね。<laughs> やはりこう、おっかなびっくり。えー、靴がこう、歩いてるようなちょっと感じですよね,ですね。だらだらと膝も曲がってない感じがありますしね。ですよね。そうなんですね。これが。 ところがとりあえずそうなんです。三ヶ月やっていただくとこの程度までは変わりますっていうのがアフターでお写真見ていただければと思います。じゃこちらお願いします。はいはい。あらららららら。いかがでしょうか。早足を歩いてるじゃないですか。ですね。その早足感が違いますよね。全然全然違う。はい。でまたよく見るとこの表情も全然違うじゃないですか。そうなんです。表情が変わってきちゃうんですね。すでに。 はあ、え、これ三ヶ月間の、ね、そうなんです後なんですねそうなんです なので、歩き方一つで、いかに第一印象全然変わりませんか。この方に、あのビフォーの時にお会いするのと、アフターでお会いするのと。森さんも全然彼女に対しての印象変わりますよね。あのできる女性になってました。ですよね。あの方だったら一緒にお会いしたいですね。お食事行きたいですね。言っておきますね。アフターの方ですね。はい、もうアフターに彼女なってますので。 <laughs> いやあここまで変わるわけなんですね。<laughs> すねいや素晴らしいですね。あの実際にあの教会の方でもね。 あのさらにレッスンを進めていくとこのようになりますという見本の動画を、ね、皆さんにご覧いいただいてるんんでですす、ね、そうなんですやはりこう皆さんに自分がどういうふうになれるのかってこうちょっとイメージをしていただくためにイメージ写真としてちょっとあのうちで学ばれた、うん、あのアシスタントの方の動画があるのでちょっとぜひ見ていただきたいと思います。はいいお願いしますす本本です、はい見本 おっと、はい、もう立ち姿から違いますね。どうでしょうか。いや、あの、<敵>パリのマダムみたいな感じですよね。はーい。 こうやって歩かれたらね、本当に近寄れないですね。近寄れなですか、ね。逆に近寄れないですか。逆に近寄れないですね。そうですか。だってすごい素敵じゃないですか。<laughs> すかこれ何度も見たいぐらいですよ。そうですか。ええええ、もうやはりですので、ええ、生徒さんたちはこれを頭の中にしっかりと焼き付けて、うん、日々あのレッスンしてるっていう感じですよね。はい,はい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 。うん でも、やっぱりあのイメージすることっていうのも、やっぱり必要なわけですよね。上達していく上ではね。多分ね。ねうん、はい、うん、なるほどね。やはりあのー、自分の足で毎日歩く行為ですからね。えーえー、やっぱりあのー、動作歩くんであれば素敵に綺麗にね。颯爽に歩きたいところではありますよね。えー、はいで実際にでも歩くという行為なんですが、えー、プラスアルファもちろんですが、靴が、えー。 ついてくるじゃないですか。まず、ちょっとお話を伺いたいんですから。ハイヒールに限定しているというか、こだわっているっていう理由ってあるんですか。そうですね。うん、あの、基本は、やはり、あの、うん、えっと、姿勢、正しい姿勢、正しい歩き方ができた上でのことなんですけれども。ハイヒールっていうのは、やはり女性のシンボルみたいなものですよね。で、やはり、あの、ハイヒールを履くと。うん あの女性ってみんなテンンショがが上がるんですね姿勢もピッとなりますし、ええ、テンション非常に上げますよね、ええ、でそういう意味でやはりハイヒールを履くことでいくつになってもいつまでもやはりより健康でより美しくっていうのがやはりあのテーマでやってるっていうことでやはりハイヒールは。 欠かさず、ということ、今日もね、もちろんね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃってますのでね。女性ってハイヒール履くとテンション上がるんですね。上がります。あの着物を着たりすると、女性とこうぐっと姿勢よくなりますよね。あれとやはり同じですよね。なるほど。僕なんかだと、タオルをこう頭に巻くとですね、あのちょっと、ああ、みたいな感じになるので、そういう。その気になりますよね。ある意味、同じかもしれないですね。ワイルドな感じになりますからね。そうですか。ちょっと一緒のレベルにしちゃうと、申し訳ない感じありますけれども、実際になんかこの 靴を選ぶにあたって、何かポイントってあります。あそうですね。うん、あの、やはり、あの、生徒さんにいつもお話ししているのは。うんうん、まず、あの、かかとが、うん、あの、抜けない靴を選んでくださいって、お話ししてるんですね。かか靴が抜けない。<え>はい。 やはりあの重心移動を正しくして歩くレッスンするんですけれども、うん、かかとが毎回、かパッと抜けてしまうと、うん、正しいこう重心移動して歩くことができなくなるんです、ね、カパカパしちゃうやつですよね。なので、まあ、あのどうしてもあの抜けちゃう方は、うん、ベルトのついているような靴を選んでいただくとか、うん、まずかかとが抜けないものを選んでくださいというのが一つで、うん、あともう一つはやはりあの靴の中で指をちょっとこう動かしていただいて、うんうん、指が当たっていないということもすごい大事なんです。 もう全然身動き取れない状態ですと、うん、あのどこかがこう最初から当たってると、うん、そこを歩,歩いてると必ず痛くなってくるんですね。ですのでよくあの男性もそうだと思うんですけど靴、うん、って捨て寸って言って、うん、やっぱり前のところを 5mm から1 0ミリぐらいこう空いたものを選ばれると思うんですけど、うん、そこすごい重要でうん、うん、そういったものをこう選んでいただいて、うん、それでレッスンするっていう感じで。 やってるんですけれどもやっぱり体だけではなくてねそこに付随するものっていうのもねしっかりとしたものを選んでいかないと体に負担がね,ねせっかくきれいに歩いてるのにっていうところで負担がかかってしまったりもしますもんね,そ,うですねそこも大事なポイントだということなんで皆さん忘れないようにねはい一旦 CM 挟みます さあ生放送でお送りしてまいりました「100歳ハイ h i h t v 第1回目の放送あっという間のエンディングになりますけれども先ほどあの靴選びのポイントねもう一つ何かこうプラスアルファでありますよねそうですね、ええ、あのできるだけ、うん、あの試着していただきたいということなんですね、うん、たくさんを履いてみるってやっぱりすごく大事なんですね、うん、であの前に、えー、と何か本か何かにあの書いてあったんですけれどもフェ、うん、ラガモさんがおっしゃってたんですけれども、うん、やはりあのどんなにあのベテランのシューフィッターさんも ご本人の足入れの気持ちいい感覚っていうのはご本人しか分からないものなのでぜひぜひそれをちょっと体感していただくためにたくさん あの入っていただきたいっていうのが最後のちょっとアドバイスになるかと思います。わかりました。はい、皆さんわかりました。ね、気持ちよくなれる。言われてもね、実際ご自身体験しないといけないですから、ぜひね、あのまずはレッスンをね思い切ってこう受けていただきたいなとそういうふうに思いますね。はい。実際にあの次回以降なんですけれどもどんな企画をちょっと松尾さんは考えてらっしゃいますかね。ねこの放送。あの、うん、まずえっとあのうちでお勉強されて認定をされた、うんうん、あの講師の方をぜひちょっと一度ご紹介させていただきたいなと思うんですね。 実際、うん、あのうちでは、えー、1回3回。 3.5時間の八回という、うん、あの中で、しっかりとこう諏訪さん短流のウォーキングを学んでいただいている方なんですね。うん、で、その方に、ぜひちょっと一度、苦労話とか、今どんなふうに。やってらっしゃるかっていうようなお話をしていただければ、ご <laughs>、ええ、参考になるかなというふうに思っております。もう、ご自身、どういうふうに気持ちがね、はい、そしてですね、人生が変わったっていうお話ね、伺えた,ら、ね、たいですね。ぜひとも。いいですよね。はい、素敵だと思います。はい、はい、ということで、本当にあっという間でございましたけれども。 先生今日いかがだったでしょうか。もうすごく上がりました。上がりました, <laughs> ました本当に。早々と喋ってましたよ。<laughs> あそうですか、えー。歩くと同じように。その気はなかったですね。あ本当上がりました。はい。で森さんのおかげでなんとか最後まで。いいいいいい いけたと思います。いすいすはい。あの、はい、でもとても楽しかったですし、はい、いい経験になったと思います。はい。ありがとうございます。ぜひですね、あのー、放送次回放送は未定なんですけれども、ホームページ、ブログ、フェイスブックなどでね、告知をしていきますので、皆さんこちらご覧いただきたいと思います。日本ソワサンタンウォーキング協会でね、えー、検索をしていただければヒットしますのでね。またあのーえー、ブログもあります、Facebook もですね、同じくね、貼ってありますのでリンクしてありますので皆さんこちらの方ぜひチェックをしていただきたいと思います。えー、そしてレッスンをして皆さん颯爽と街を歩いていただきたい。そして 役西まで素敵な女性でいていただきたいとそのように思いますえではですねまた次回お会いしたいと思います松田さんどうもありがとうございましたありがとうございました